フランツクサーバー・シェーン・フーバーは、ドイツの極右政治家、ネオナチ。1983年に誕生した、右派政党、共和党創設メンバーの一人で、1985年から1994年まで、党首を務めた。1923年1月10日、フランツ・シェーン・フーバーは、ドイツ国のバイエルン州トロストベルクに生まれた。 国家社会主義ドイツ労働者等の青少年団体、ヒトラー・ユーゲントに所属した後の1942年、シェーン・フーバーは19歳の時に武装新兵隊へ入隊した。第二次世界大戦後期の1944年秋、シェーン・フーバーは SS 所属武装的弾兵旅団、シャルル・マーニュにドイツ人将兵の一人として所属しており、 第 57SS 所属武装的弾兵連隊大旧中隊で戦闘訓練教官を務めていた。なお、シェーン・フーバーは1945年2月下旬から3月の間にシャルルマーニュシダンが出陣したポメラニア戦線には従軍していない。その後、シェーン・フーバーは生きて終戦を迎えた。武装親衛隊における最終階級は SS 号長であり、 対戦中に二級鉄十字章を受章した。1989年、欧州議会議員選挙における共和党の選挙運動ポスター。戦後のフランツ・シェイン・フーバーは、記者や俳優などの職を経て政界に身を投じ、1983年11月26日、フランツ・ハンドロスラと共に共和党を創設した。 シェーン・フーバーは1985年から共和党二代目党首を務めた。シェーン・フーバー党首の時期の共和党は、フランスの極右政党、国民戦線の影響を受けつつ、反共主義、反米主義を掲げた。そして1989年の欧州、議会議員選挙で、共和党は5%阻止条項を突破して、欧州議会入りし、戦後の西ドイツで、 初めて全国レベルの選挙で議席を獲得した極右政党となった。しかしその後、ベルリンの壁崩壊からドイツ再統一以降の共和党は選挙で連敗が続き、さらに党内でシェーン・フーバーを恩恵すぎるとする求進派との内紛が生じた。1994年もしくは1995年にシェーン・フーバーは共和党を去り、三代目党首には、 ドルフ・シリエレルが就任した。2005年11月27日、フランツ・シェーン・フーバーは、ドイツ・バイエルン・シューミュン編において、敗血戦争が原因で死去した。満82歳没。ありがとうございます。